皆さんどうもお疲れさんです。半兵衛です。おばです。はい、ストレイの続きをやっていきますよ。お願いします。はい、元気ですね今日も。はい、おばさんがね、残念ながらちょっとおとりに、なってくれるということで、生きててほしい。生きててほしいな。捕まらないでほしいよね。生きててほしい。俺はこの後どうしたらいいんだい。鍵もらったよね。あ、もらった。どっかの地下鉄。あ、こっちか。わかりづら。通った。戻ってきたんだ。え、この電車を使ってじゃないのかな。地下鉄のキー、バッテリー。あ、なんかバッテリーも取ったよね。うん、バッテリーも結局俺が今持ってて。なんかそれ使うのか、地下鉄で。使うっぽいよね。ねえ、とりあえずでもこっち戻ってみていいのかな。ここ。お、あ、ここにバッテリー。そうだ。ここ後でなんか来るんじゃないみたいなこと言ったもんな。うん。その通りになったぜ。予想通りだぜ。お見通しだってんですよ。おお、電車が動くんじゃねえかこれ。マジ？あんなちっちゃいバッテリー一つでそこまで動く。いや、まあまあまあ、近未来ですんでね。技術は進歩してるんですよ。で、お、地下鉄、これを使用して来た。発車します。黄色い線の内側に下がってお待ちください。黄色い線の内側まで下がりになってお待ちください。そっか、あんまり電車乗らねえからさ。いいなんだそれ、ムカつく、ムカつくな俺より電車使うからって。ガタンゴトン、ゴトン、電音。え、これもしかしてコントロールルーム。なんか最後っぽくなってきたな、本当に。なんだなんだ。え、あ、着いた。止まるんだ、勝手に。勝手に止まった。なんか綺麗じゃない、ここ。綺麗。ねえ。そして。お、すごい、なんか。え、めちゃめちゃ綺麗じゃん。あれ？めちゃめちゃ綺麗。どんどん上に行けってこと？こんにちは、ウォールシティ99の住人さん。外に出るドアは現在規制によりロックされています。何かリクエストがあればコントロールルームの公認エンジニアにお問い合わせください。じゃあコントロールルームまで行ってやるか。コントロールルームって書いてある。本当だ、なんかおかしくない。今までさ、そんな英語表記ってなかったよね。なかった。もっとなんか不思議な字、なんか独特の。そう、コントロールルームはセキュリティプロトコルによりクローズされています。人間だけがアクセス権を認められているようです。人間がいる。しかもセキュリティプロトコルは私のことを人間とみなしていないようです。しっけえな。私たちが協力すればこの通路を通れるようにできるでしょう。なるほど、じゃあ協力しよう。あ、わかったわかった。
はい、こっち、こっちおいで。こっちだよ。で、あれなんか三角効かないんだけど。コントローラーお壊れになったか。いやそれはないでしょ。あ、来た。なんだで、おらー、え、大丈夫、鑑定しないよそれ大丈夫だろ。バリバリ言ってたけどね。強っ。あ、ムービー、これムービーだ。ここがコントロールルームです。ここで街全体を支配していました。でも今は誰もいません。ああ、人間はやっぱいないんだ。彼らが大嫌いでした。ここには全て揃っているのです。綺麗なスペース、無限のパワー、稼働できる自由、移動できる自由か。いい暮らしをしていました。街の厄介者だったのです。思い出しました。皆が死んでいったのに彼らは自分たちの方が上だと勘違いをして何も手助けをしてくれなかったのです。私の家族も目の前で死んでいきました。私はなんと無力なのでしょう。家族を救うことすらできなかったのです。え、しかし私はあなたを救うことはできます。一緒にアウトサイドへ行きましょう。人間だった頃の記憶、私が愛した人々、全ての思いとともに。なんか切なくなってきたな。うわー、最後の、完全に思い出しましたね。 B12 の家族はじゃあもうやっぱ死んじゃってるんだ。どういう経緯でやっぱ機械になってるのかを知りたいな。唯一気になることと言ったら、なんか言ってなかったっけ、それは言ったっけ。これです、メインコンピューター。コンピューターによると何年もの間誰もここに来ていないようです。ずっと昔にロックダウンが作動して街全体が封鎖されてしまい、封鎖されていました。これをオフにすれば私たちは脱出できます。他のシステムはオンのままにしておく必要があります。ここのコンピューターには必要なデータがあります。これらを全部起動させなければなりません。あなたがその対応をしている間、私はシステムに入るためのパスワードと暗号キーを探します。え、何すればいいの。そこにずらっと並んだコンピューターを起動させてください。ほう、そんな難しいこと猫に。あ、乗っかってうまいこと乗ったり降りたりしながら。はいはい。ほら、成功しました。ありがとうございます。発見しました。早い。町の解放方法が分かりました。ここの何かがおかしいようです。え、待って、ここに何かあります。お、え、やシステムほら、町を解放するワークステーションです。しかしセキュリティレイヤーがあって使えません。できる限りのことをしましょう。私はマシンをハッキングするので、あなたは配線を引っかいてください。また感電するて。またですか。どこよ配線って。何これ。にゃーん。あ、これだ。おらー、
これでハックしてもらって、うおー、システムに思ったより時間がかかっています。あ、ワーリング出てる。ああ大変です、続けないと。やばい、早く急げ。どこだ、あっちか、これだ。おい、おら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 、でまたハッキング。わあ、え、大丈夫か、せ、藤子よく見るやつ、ご心配なく。ワークステーションを開けたらリチャージできます。え、大丈夫 B12、 本当に、え、大丈夫かな。え、やだ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 、え、やだ。あ、これか。ハック、大丈夫。あー、この小さいボディでは無理かも、かもしれません。いえ、大丈夫です、問題ありません。ワークステーションに運んでください。アラームをオフにできます。え、ワークステーション、これか。椅子に座って待ってる、エラ。成功しましたね、私たちも無事です。まだ煙吹いてるけど。お伝えしたいことがあります。町の中央コントロールシステムの機能をオフにするためには膨大なパワーを使います。私の限界を超えるような膨大なパワーです。でも今はセキュリティがオフになっています。なのでシステムを操作して町を解放することができます。システムを上書きすると私のソフトが壊れる可能性があります。え、しかし最初にここのコンピューターへ接続したとき私は決断しました。そしてその決断がこの結果をもたらしたのです。申し訳ありません、一緒にアウトサイドを見ることはできないでしょう。やだ。人類の記憶を引き継がなければと思っていました、過去の出来事を忘れないために。けれども私はここの住人たちの未来を見たくなりました。あなたの未来も、ほら、取ってあげますよ。え、え、ちょっと待って、あなたは私の友達でした、本当に最高の親友でした、ありがとう。え、あ、B12、 あ、あ、え、B12、 嘘だろ。ああ、ザークたちが消えていく。光で、あれ、モモ、あ、おばさん、あ、違う、おばさんじゃないよ、ガーディアンだ。これがおばさんか。監視システムも日光でどうにかな。いや、多分あの今のハッキングの影響じゃない。
ちょっと待ってよ。ずるいって。これ、待ってよ、これ。俺ここから離れたくないよ。連れてこう、その子。いや、連れて行けないのよ。いやー、これはやばいな。あー、どんどん開いてるわ。どっかに行かないと進まないってことか。加えていこうよ。加えていきたいよ。誰かに直してもらえないの？親友だって言ってくれたのに。ああ、街が解放された。きついな。うわ、このシステムを最後 B12 が解放してくれたんだ。外見てる。ビュージューに置いてっちゃうしかないのか。日差しが。これあれか、みんなのいた町か。あー、いた。うわ、これは、うわ、帰ってきた。あー、ハトだ。やっぱ生き物いるよな。うん、生物外にはいるんだな。うん、まあ、この子たちももともと外にいた子だからな、こいつも。ちょっと待って、ビーシュ。お、なんだ。あ、終わり？終わり？あ、終わったわ。え？せめてどっかのエンディング見せてよ。あの仲間4人が集合するとか。いや、そうだよな。ちょ、最後、あの感じで終わるのはちょっとやだな。いやー、最後の最後でちょっと、泣かせに来たな。けどやっぱなんか腑に落ちんな。兄弟と再会のところとかも見せてもらえてないしな。ね、なんかそう、どれかはあってほしかったな。なんか最後にあるかな、マルチエンディング的なのでもちょっといいから。わ、終わった。あ、本当に終わりなんだ。いやいや、やっぱちょっと年取ると涙腺緩くなるね。やばいね。しかもあのね、あの猫飼ったことある人ならわかるはず。あのね、弱ってたりとかね、案外飼い主がちょっとダメージ受けてるとね、ああいう風に寄り添ってくれる時あるのよ。ああ、はいはいはい。ね、祖母も猫飼ってて、やっぱ自分の飼ってた子をなんか重ねるよね、ああいう風に。うん、はい、というわけで。ここまでストレイを見てくださって本当に皆さんありがとうございました。ありがとうございました。はい、また次の動画もお楽しみに。